おはようございます。釣り子 TV です。ダイワの新しいルアーですね。ワイルドピーナッツ。これがいよいよ発売開始になったので、一つ買ってきてみましたよ。でね、何より嬉しいのが、810円。こんなにしっかりとした作りで、そして、おサクサスブックが搭載されているのに、810円って、とんでもなくないですか?というわけでね、早速開けてみていきたいと思うんですけども、まあ、買いやすいね、ピーナッツに、新しいね、番手が登場っていうことですね。これもね、見てわかるんですけど、リップの感じがね、すげえかっこいいんですよね。はい、ワイルドピーナッツ、出てきたー。おお、これちょっと輪ゴムも取っちゃいますね。いやー、これは釣れそうだな。小粒でね、そんでもって。なんか、ここの輪ゴムもいいもん使ってくれちゃってるような、こう傷がつかないようにね、これでカチッと止めてあって。このリップ。ですよね。これはちょっと外からね、パッケージの外から見ただけで、おー、これいいんじゃないのなんていう風にね、思ってね。で、まあサイズはね、こういう小粒なボディなんですけども、色はね、まあ、これまた800円でこんなにね、作り込まれた色でも本当ありがとうございますっていう感じなんですけども、で、針、本当にサクサスだ。あのフッ素加工で、ダイワのフッ素加工の、技術が、まあ、サクサスなんていう名前になってたりするわけなんですが、最初からもうね、こうちょっと触れたらね、肌にこう食い込んでいくような、刺さりの良さね。はい。で、このリップ、何いいのよなんていう風にね、思うんですけども、初期の頃の TD クランクね、その後 TD スーパークランクになって、最近復刻されましたハイパークランクとかね。で、現行の機種とどんどんね、パワーアップしていくわけなんですが、で、どのね、クランクもね、よく釣れるんですけども、スーパーにはスーパーのいいところがあるし、ハイパーにはハイパーもあるし、TD クランクにもすごい TD クランクのいいところがあって、それがこういう感じのね、もうボディからそのままストーンといったような形のリップだったんですよね。これでもって、ものすごいワイドというか、ウォーボリング、ブリンブリン、ブリンブリン、ブリンブリン泳いでくれて、非常にアピールが、高いなぁ、なんていう風に思っていて、で、その後スーパークランクは、どちらかっていうと、ちょっとマッドペッパーマグナムというか、まあ、いわゆるオーソドックスなクランクベイト、日本式のみたいな感じになっていくんですが、その流れの中で、まあ、ピーナッツはどちらかっていうと TD クランクっていうよりは TD スーパークランクのような感じのルアー泳ぎの印象だなと思ってたんですが、このね、ワイルドピーナッツであれば、その大好きな TD クランク的なね、使い方ができるんじゃないかなと思って、まあ、思ったよりちょっとね、ボディサイズは小粒なんで、これで、これのワイルドピーナッツマグナムみたいなのが出たらね、もう非常によだれが出そうな展開なんですが、まずはね、このワイルドピーナッツってね、やつが出たよっていうことで、で、箱を見ていくと、サイズは50ミリだよ、重さは 9.3g だよ、フローティングだよっていうことで、で、フックサイズなんかも書いてあって、で、カラーがこれね、レッドクローっていうカラーですけども、これまた釣れそうなカラーですよね。まあ、この他にもいろんなカラーね、もちろん売ってましたが、今回はこういう赤系を選んでみました。で、裏にね、すごいね、説明いっぱい書いてありますね。あなたはこのピーナッツを操れるか、破綻寸前のスーパーワイルドアクション。そういうの、そういうの使いたかったんだって思ってね、使いこなしたいな。はい。
ボトムを逃げ惑うザリガニをイメージして開発されたピーナッツ、強いウォブルにピーナッツ譲りのロールアクションも加わり、濁った水の中でも強烈にアピールしてくれる。ギリギリのワイドアクションに設定されているため、まっすぐ泳がず、蛇行するが、この蛇行アクションがボトムでは逃げ惑うザリガニそのものである。リップは長めの設定になっており、一見おかっぱりで使いにくそうな印象を持つ、方もいるかもしれませんが、とにかくボトムで使ってほしいクランクベイトであるため、ボトムにタッチしやすい長めのリップに設定した。使い方は基本的に投げて巻くだけであるが、ファーストリトリーブではアクションが破綻しやすいため、ミディアムスローリトリーブがおすすめ。ワイルドピーナッツは自分の思い通りに操る楽しみも一つ、ボトムに当てながらザリガニをイメージして操ることで、ひったくるような、強烈バイトを楽しむことができる。ザリガニをメインベイトとするエリアでは特に威力を発揮する特徴のあるクランクベイトっていうことで、この裏の説明ではとにかくザリガニを意識したんだよっていうのを強く書いてありますね。まあ、そっか、ここ後ろはね、読まずにね、なんとなく買ったんですけども、まあ、このレッドクローってカラー選んだのはなんか良かったかもしれないですね。で、まあそんな感じの説明書きではあるんですが、その破綻寸前の荒ぶるクランクベイトっていうことで、これはまあ、ボトムタッチっていうよりも、その、中層で、なんというか、血取らせるというか、その巻きをバッて瞬間的に速くすることによって動きを破綻させてバイトのトリガーを作るなんていう使い方にも良さそうですよね。まあ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 、ボトムに当て込んでいくんだよっていう説明がメインになってますが、そんなところもこんなところも、あとはこの大きなリップなんで、なんだろう。リザーバーとかでもね、使ってみたいな。もちろんザリガニのあんまりメインじゃないフィールドでも投げてみたいな、なんていうな、このその破綻寸前のね、ギリギリアクション、ピーナッツっていうと、もう優等生的にね、まあなんだろう、すごいいわゆる破綻しないで泳ぎ切るっていうのがピーナッツの印象なので、そこをこの独特なね、大きなリップで結構ギリギリ寸前のところのアクションを出させるっていうことなんですね。いやー、これでもうね、今時期的にもスポーニングが終わって、いよいよこういう小型クランクベイトとかが活躍するシーズンね。で、ちょっとファーストリトリーブとかでもバスがね、食いついてくるハイシーズンに突入してきますので、そんなね、タイミングでこういうのがね、登場したってのは非常に嬉しいなと思って、早速ね、これそのちょっと中型クランクの一群ボックス、まあ中型小型ね、でそんな感じの方がいっぱい入ってるんですけども、ここに入れていこうかなってね。この中にね、ピーナッツは今はいないんですけども、まあいわゆるピーナッツっぽいなって感じで考えると、こういうエバーグリーンのコンバットクランクとかね、ここら辺はやっぱ優等生で泳ぎ切るルアーかなーなんていう風に思いますけど、これちょっと古めのルアーになってきますが、未だに釣れるんで元気バリバリでね。そして最近の小型クランクで気になってたのは、このレガバスの、G クランクかな、 Z1 ってね、これはどちらかっていうとすごい優等生的に泳ぐなっていう印象のね、クランクなんですけども、それよりはまあボディのサイズ感は似てるんだけど、もうちょっとワイルドに泳がしたいななんていう時に来そうっていう感じで、まあこのボディサイズは非常に似ているんですが、リップの形状でね、こう使いどころを変えていくかな、変えていこうかななんていうふうに考えております。そしてまあこの中にはそんなね、ワイルドな泳ぎって感じのは、いないかな。これもね、破綻しないで泳ぎ切るっていう印象、まあでもリップのコンセプトとしてはちょっと出るかな、まあ違うのかな、比較的この他のと比べると似てますよね。こういうのまあサイズ違いで入れていこうかなとか、ここら辺も結構優等生的に小気味よく、
泳ぎ切るっていう感じですね。ランボルトの 120V って、これもね小粒でね、非常にこれは何だろう、もう泳ぎ切るね、破綻しないよっていう感じですね。そういうわけで案外、あ、ここら辺は結構場合によって地取ることが多いかな。ラッキークラフトのね、大森プロのシグネチャーカラーですけどもね、やっぱ黒系ってのはなんかね一個ね持っておかないとなーなんていう感じで、これとか、あとはノリーズのね、これなんかも黒系かな。ショットですね、オリジナルのショットだと思いますけども、こんな感じでね、これもでもやっぱり、比較的優等生に、そんなに血取っちゃうと結構立ち木とかに引っかかっちゃうんで、比較的ナチュラルにしっかりと小粒で泳ぎ切る印象なんですが、やっぱワイルドなリップ搭載してますから、こっちの方がワイルドに攻めてくれそうかななんていう感じですよね。というわけで案外そうか、よく使ってるクランクとかと比べるとちょっと異色なメンバーになりそうなんで、とりあえずねこうここら辺に入れていつでも出撃できるように準備してね、まあ針とかもこれいろいろちょっと気になったのを交換したりして、いつでも臨戦態勢なんで、こんな感じでね、これから初夏のちょっと小型のクランクが効くシーズンには出撃っていう感じで、ね、準備を進めておりますね。やっぱねいろいろ持ってるとね楽しいですよね。そんでなんかほんとちょっとした先行進度とか泳ぎの違いでね、なんか超過が偏るなんていうのがクランクベイトの楽しいところでもあるので、まあワイルドハンチなんかももちろんね、準備してますけども、まあいろいろとですねこう準備は整ってきたんで、ちょっと気になっていたワイルドピーナッツもね無事買うことができましたので、こんな感じで、釣り場に持っていきたいと思います。というわけで、本日の釣り講 TV は入れちゃったな、こちら、ダイワのですね新しく出た2020ニューですね、ワイルドピーナッツ、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。